はいどうもこんにちは、カジマックです。今回ちょっと速報です。いやいや、また来てますよこれ。はい、この前ご紹介したエコードット第3世代とAmazon Music Unlimited 同時加入キャンペーン、はい、さっきご覧いただいた通りなんですけど、 Amazon Echo Dot 第3世代がなんと999円で、しかも1ヶ月 Amazon Music Unlimited も使えちゃうっていう、いやもうこれほんと大特価セール。この前も速報でお届けしたんですけど、終わってから気づいたって方も結構いらっしゃいました。今回の999円に関しても Amazon プライム会員で Amazon Music Unlimited 新規登録の方のみ購入可能とのことです。なんですけど、これほんと破格中の破格なんで、もしまだスマートスピーカー試されてない方、気になってた方、あるいは2台目以降増やしたかったっていう方もぜひ、いやもう言っといていいんじゃないでしょうか。この前ご紹介した時の動画、斜め上の i マークからご覧になれますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、僕のはまだ使う環境整ってないんで、今のところ遊んでるんですけど、またこれから使いたいと思ってます。で、今回ちょっと気になったのは、これ僕前回999円で購入して、その後 2,3 日後 Amazon Music Unlimited 自動更新しない設定、つまり1ヶ月だけで解約設定したんすよ。なんでもう今 Amazon Music Unlimited 使ってないんですね。で、実は今見てみたら、僕もまた変えちゃいそうなんですよ。ただ規約にはプライム会員で Amazon Music Unlimited 新規登録の方のみ購入可能って書いてるんですけど、もしかしたら今現在登録してないんで、新規登録者扱いってことなんですかね。いや、これポチってみようかな。これあかんかったら通知とか来ますよね。実は迷ってたんですよ。はい、このプラム購入するときこれと迷ったんですよ。いやでもほんとうちなんかあれだらけになっちゃうんですけど、実はリビングみたいな広めの空間、エコーをあちこちにセットしておけば一番近くのエコーが反応してくれるんで、キッチンとか雑音の多い場所1個置いておいてもいいかもしれません。炊事してると大きな声出さないとエコーに聞こえないこともあるんで。はい、ということで用途は様々だと思うんですけど、この999円セール今回また続けてきてるんで、またある可能性もありますけど、今この第3世代に時計のついたモデル、はい、これがドットの最新モデルなんで、今回これ在庫処分かもしれません。なんでもしかしたら次はないかも。買わないで後悔するくらいなら買って後悔した方がいいくらいのセール価格です。説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。あと YouTube プレミアム会員など、2019年12月4日時点で有料会員になってる方、今 Google さんが新型のスマートスピーカー無料プロモーションコード発行してるのご存知ですか？ Google Nest Mini、 僕も Twitter のフォロワーさんに教えていただいてゲットできました。先着順で可能な限り提供とのことなんで、逆に言えば早くしないとなくなっちゃいます。対象になる方、これも急いでください。はい、これも関連リンクあれば説明欄に記載しておきます。エコードとも Google Nest Mini も大至急チェックしてみてください。ということで、お得情報速報もたまに共有するカジマックチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。